デュエルリンクスの歴史8ゲーム目、面白かった成分ランキングトップ5。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、デュです。さあ本日はですね、デュエルリンクスの歴史8ゲーム目ということで ね大好評企画の一つとなっているんですけども、今回はですね、デュエルリンクスには実はですね、規制分っていう、規制理由かっていうのが存在しまして、これ OCG ではありえない概念なんですよ。スキルが修正されたりとか、あとそれから、リミットレギュレーションがかかるカードにね、かかる場合に、公式から発表される、なんだろうな、理由分みたいな感じですね。これなんでこういう風なリミットスキル修正をするのかっていうのを、なんかね、公式から発表されるんですよ、リンクスって。でぜひね、リミットレギュレーションわかんない方とか、あとまあやってた、リンクスやってた人とかね、リンクスこれから始める方にぜひね、見ていただきたい内容となっているんですが、ですね、公式が簡単に言うと、ふざけ倒すんですよ。ふざけ倒すんですよ。だから、規制分を使って、規制分っていうのが大義名分を使ってちょっとふざけるっていう、若干。これが、まあ、リンクス恒例の儀式みたいになってるんですけども、これを今回は一応こう独断と偏見により発表していきたいなと思っております。でですね、まず最初に今日発表するのはちょっと2つに分けようかな、動画。スキル修正部門とリミットレギュレーション部門っていうのに分けようかなと思って。で、今日はスキル修正部門いきたいと思います。早速発表していきましょう。スキル修正部門、面白かった規制分ランキング第5位は、仮面魔獣の下準備。はい。読みます。主に仮面魔獣以外の下準備に使われているため、それらの使い方を抑制する調整を加えます。何て主に仮面魔獣以外の下準備に使われているため、規制しますと。これマジ意味わかんないと思うんですよ、多分知らない人。これどういうことかっていうと、この仮面魔獣の下準備っていうこのスキルをですね、悪用するデッキがあるんですよ。そのね、仮面魔獣リグリアードっていう、なんかもうほんとサブテラー側に足をちょっと片足突っ込んでるような、なんか仮面魔獣モンスター、ネオニュー仮面魔獣モンスターがいるんですよ、リグリアードっていう。あいつが強くてですね、あれがほんとこのスキルからなんか簡単に出てくるっていう。で、一番の、悪玉というか、この仮面魔獣、メルキド四面獣とか、あとそれからこのカーストギュラっていうのをね、スキルで出すっていうスキルなんですけども、これと寝まくりましたサブテラーの戦士っていうのがいるんですよ。寝まくりました、やつはこのモンスターたちと寝まくりましてですね、もうほぼーって感じ。どっちから誘ってるかちょっと定かじゃないんだけども、もう本当にね、2人ともね、夜の街に消えていきすぎっていう、この2体で。もうマジでこれに関してはほんと親の顔より見た光景。もうとりあえずなんか脳死サブテラーの戦士からのスキル発動みたいなね、でターンエンドして相手のターンでリグリアド変身みたいな。もうね、これ本当によく見ましたよね。もうこれは第5位ぐらいかな、第5位ぐらいだと個人的に思います。これ第1位っていう人も多いかな、もしかしたら。さあ、そして面白かったスキル修正分ランキング第4位は、デュエル3体モンスターの効果が発動できない制約を逆手に取った戦術を抑制する調整を加えますと。いや、もう悪用するの分かってないでしょ、これ。そもそものこのデュエルスタンバイっていうスキルがですね、どういうスキルだったかっていうと、今はもう結構新しくねなってて、これね、最初のターンモンスターを召喚できずとかって書いてあるんですけど、当時は召喚は別にできたんですよ。でモンスターの効果を発動できないよっていう、そういう制約だったんですよね。一応召喚はできるけど、だから発動する効果で、例えばスピリットモンスターとか、召喚に成功したとか、リバースしたターンに戻るとか、ああいうモンスターって発動しないから居残るんですよ。スピリットモンスター居残り授業開催ということで、特にですね、悪用されたデッキっていうのが、おそらくね、天の岩戸っていう、スピリットモンスターがいるんですけど、モンスターの効果を全部無効にするやつ、要するになんかブルーディの上位互換みたいなやつがいるんですけど、そいつが本当にこのデュエル3倍っていうデッキと相性が良くて、天の岩と居残り授業からのカウンターは全伏せみたいな。で、なんかとりあえずモンスターの効果はなんか岩戸で全部無効にして、でなんか魔法トラップカードはなんか全部またそのカウンタータップで無効にしてくるみたいな、ほんとクソみたいなデッキがね、
あの横行したんですよ。イバトを引ける確率っていうのは大体ね、多分ね 60% とかぐらいなんかな、多分だと思うんですけども、なんでか知んねえけどイバトデッキ絶対先行でイバト引いてるんですよ。なんでか知んないけど、なお自分で使うと一切先行とか後攻で引けないっていうイバトを、ああこれがね謎永遠の謎、なんで相手ばっか出てきてるの俺全然知れないのみたいな感じなんですよ。でもなおね、その岩戸を引けるとパーシアスピートになるんですけども、いやこれがまあなかなかの鬼畜スキルだったんですよ。まあ、今はほんとゴミみたいなスキルになりました。今はもうなんかデッキ破壊とかにしか使わないんじゃないかなっていう、そういうレベルになってるんですよね。はい、さあそして面白かった規制分ランキング第3位はフライング規制。インセクター墓のスキル、フライング規制。フライング規制はインセクター墓の勝つためには手段を選ばない性格をよく再現しているスキルですが、あ確かに原作では2枚の規制中パラサイドを組んだだけでも城の内を苦しめたことから、現状の3枚では数が多すぎるであろうと判断しなぜか上位互換になっている、規制枚数の上限を減らすこととしますと。あのね、3枚だったんですよ今まで。3枚では数が多すぎるであろうと判断すると、遅えよ判断、判断遅えなおい。これね、まあ、でもそういうスキルだったんで、ぶっちゃけインセクター墓のこのスキルは面白かった、面白かったですけどね、まあ、3枚は実際やりすぎ問題っていうのが本当やりすぎた原爆って感じですよね。つまり、まあ、発生してまして、原作よりもなんかリンクスの方がなんか大幅な強化を得ていると、なかなか珍しいスキルですよね。主にね、そのね、ラバゴーレムさんっていう、溶岩魔人ラバゴーレムさんっていう方の、まあ、餌と、なるのと、あと、それから、なんかその、ラバゴと、その、寄生虫だけで、2000ライフ持ってくんですよ。1000で。もう2000ライフって、リンクスの半分なんですよね、もう。リンクスで半分のライフを、その、虫と、ラバゴだけで持ってくっていうのを、鬼畜しよう。で、翡翠の虫笛っていうカード、昆虫族、相手の昆虫族モンスターを、デッキトップに置く、要は あればね、相手が選んで置くっていう、まあ、カードなんですけども、なんかモブキャラが落とす謎のカードなんだが、リンクスにおいてはあのカードすげえ強くて、なんかもうなんか常識的な環境カードみたいな、翡翠の虫笛イコール最強みたいな信じられない環境が構築されていました当時はね。本当にアマゾネスの剣士とかも同じような感じですね。アマゾネスの剣士も、まあ、こういうフライング規制とラバゴとかのデッキに入ってる、まあ、バーンダメージとか、その要はウォールバーンっていうスキルですよね。あ、スキルじゃないデッキですよね。ウォールバーンっていうデッキの一角をなしていたので、無事ヘイトを買いまして牢獄行きと、今は現在リミット2に指定されています。さあ引き続きまして、面白かった規制分ランキング第2位はすり替え、バンデッドキースのスキルすり替え。その汎用性の高さから採用率が非常に高く、スキルの多様性を損ねる要因となっていました。ここから重要、すり替えはキースが難局に直面した際にプライドを捨てて使うべきもので、軽々しく連発すべきものではありませんでしたので使用条件を追加する形で調整しますと。つまりですね、意訳します、お前ら軽々しく連発しすぎなんじゃボケーってことです。つまり簡単に言うとね、もう確かにね、これね、マジで今はもうほんとすごい、こういう規制がかかってて、スキルの条件があるんですけど、当時はマジでスキルのなんだろうな、条件なかったんですよ。いつでもなんか手札を一番戻してデッキから一番引けるっていう、まあ、もちろんね、戻したのを引いてくる、同じやつを引いてくるリターンオブスリカイっていうのがあったんですけども、これがあったにしても、言ってその安定感を出すんだったらすり替えみたいなところあったんですよ、一択みたいなスキルが。まあリンクスだとその過去リスタートっていうスキルもあって、リスタートか、まあ、すり替えかどっちかが、まあ、ほんとガチ環境ではどっちか採用していた人が多かったんじゃないかな。まあ、昔はそのスタンっていう、なんだろうな、デッキの種類が流行ってたんで、まあ、スタン、まあ、すり替えスタン、リスタスタン、なんかリスタ軍曹とか、いろいろリスタとかすり替えかどっちかを使っていたイメージですね、みんなはね。まあ、すり替え作ると思いました当時はね。またこのキースのこのキャラクターのさ、そのキャラ性も相まって、その煽り文句とかもクソうざいんですよこいつ。なんでこのなんかキャラクターも相まって、なんかヘイトをめっちゃ集めたスキルになってます。さあそして面白かった規制分ランキング流行る第1位に輝いたのは、天使の微笑み。
石津イシュタール先生のね、天使の微笑み、天使の微笑みはキャラクター固有スキルの中でも屈指の未使用率を誇るスキルでパワーバードすぎんだよ。屈指の未使用率なんだよ。石津本人もあまり得意分野がないデュエリストとなっていましたと、まあ、当時はね、今は強いですけど、そこでスキルの回復量を大幅に増加させることでライフポイントを使うカードを組み込みやすいというポジションを与えてみることにしましたと、見ることにしましたっていうね、うん、ちょこれでも強くなるか分かんないけどとりあえずやってみればみたいな感じですわ。もうパワーワードすぎて、これ屈指の未使用率っていうねふざけすぎだろ、誰が考えてんだこれ。もうこのパワーワードで結構ね、まあ、一時期は騒がれましたね、ツイッター界隈でもね、はい。今でもでもぶっちゃけその天使の微笑みって使ってるやついるか。これ屈指の未使用率がを誇るスキルではなくなっただけであって、未使用率を誇っているっていう意味では別になんか変わってない気がするけどな。これ外役くらいしか見ないけどね。もう未だに屈指の未使用率誇ってる可能性ありますけど大丈夫ですか、これ。これ大丈夫、もう今やなんか一瞬だけ墓所封印をなんか偽装できるスキルみたいな感じですけども、今はね石井さん墓所封印っていう、まあ、スキルがあるんで、あの今はもう墓所ばっかり、墓所っていうか墓地ばっかり使うカードが多いんで、まあ強いキャラクターにはなってるんですけども、確かに天使の方今見ないかなっていう感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひね、ちょっとお礼の記憶ベースでこれあのランキングちょっと思い出す限りでちょっと組んでるんで、ランキングをなんで見落としてはもしかしたらあるかもしれない、あそんなあったのみたいな、もしね皆さんも記憶に残ってるのとかあればコメント欄に残しておいてください。あそんなんあったなと思って、ちょっと後でまたツイッターなんなりでちょっと還元させていただこうかなと思っております。ということで次回はリミットレギュレーション部門スキル修正ではなくね、リミットレギュレーション部門の規制分ランキングでお会いしましょう。ではバイ。